びっくりするぐらい久しぶりなんですけど、前回がね4月20日だったんだ。5ヶ月前、5ヶ月前に1本あげたっきり。あのね、最近こうやって今みたいに調教の時間に一瞬だけログインして終わったらもう終わり、最低限のミッションだけこなしてそれだけっていう日がすごい多くて、だからねあんまり進んでないんですよ。戦役と訓練所なんてもう全く進んでないし、あでも闘技場に関しては多少は順位は上がったぐらいですかね。まだ安定はしてないです。2回前の動画で新しい虹ヤバを撮ったと思うんですけど、それもまあまあ育て始めた頃ですね。加工派はなんと戦力が1300万いって、武器防具のステータスも見ていこうか、多分相当久しぶりなんで武器がレベルアップして、あとなんだっけ、盾と指輪か、これも混沌でしょ。んあこっちが盾、んあいんちょっと待って、防具の名前も分かんなくなってんじゃんね。兜と鎧と腰当てだ、そうだ防具の名前も分かんなくなっちゃったよ。で一通り混沌にしてて、鎧だけまだ日月神なんですね。これをあと混沌に変えれればいいのかな。近々手に入れるつもりではあるんだけど、ああと私がずっと動画を放置してる間に MR っていうのが出たけどさ、ミラクルレア、まあ当然まだ入手してないよね。で今言ってた混沌装備なんだけど、まあダメ元で私一回回出たわ、持ってるね。はあ今さ混沌装備ちょっと欲しいからとりあえず一回回してみるかと思って回したら出たわ、持ってるね。私が欲しいのは鎧だからもう一回これ回出たわマジか、おう、あれじゃああと一回回してまたこれ確定じゃん。おやば、3個手に入った。はい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 、あまあ鎧交換できるやんけ。鎧を欲しいから、あ今あれ、持ってなかったっけ、持ってなかったっけ。本当に最近ねろくに装備品とか見てないんで何を持ってたかわかんないんだけど、混沌のかけらは持ってないよね、ないですね。うん、オッケー。じゃあとりあえずはまず35個交換しておけばいいのね。それでこの加工派ね、宝石もだいぶ上がりました。あと細分機も1000万いったんだよね。あのさこれほんとミスったなって思うんだけど、しばらくこの私のメインの加工班ちゃんと細分機ちゃんのステータスをねあんまりじっくり見てなかったと思うんですよ。で動画自体すごい久しぶりじゃない、前まともにステータス見たのいつだろう、もう半年前とかじゃ聞かないぐらいかなって思うんだけど、その時からどれぐらい伸びたのかっていうのがちょっと今見てもわかんないんですよ。ほんとしくったなぁ。でも、加工派は、あれどうだっけ ?1000 万はもういってたんだっけ、ああ、わかんない。忘れちゃった。白友好の育てるのも結構頑張ってたと思うんだけど、今767万でしょ、結構上がったと思うんだけど、これも前録画した時にどれぐらいの数字だったか覚えてないんですよ。で周相っていいのかな、この子が390万でしょ。この子はかなり最近やり始めたばっかりなのでまだまだこれから、まあ、伸びしろはいっぱいあるんだけど、細分機と加工派がもうこんなもんでしょ、今の私じゃこんなもんでしょっていうくらいにまでなったので、うん、今はこの子の攻撃力上げることに専念しよっか。あまりにもアタッカーがいないのでね、なんかそろそろ厳しいです。闘技場でも他の人をねどんどんランクが上がってる感じがするんだけど、私だけ取り残されてる感じはあるんで、これはやっぱりデバフよりもアタッカーがもうちょっといた方がいいのかなって感じです。これは前からなんだけど、私は宝石装着が好きなので、少女の調教の時間も宝石のところがあったら真っ先に行ってます。あで録画に関してなんですけど、またマイクをなくしました。
イヤホンジャックのピンマイクをずっと使ってたんだけど、4ヶ月も動画上げてなかったらね、そのちっちゃいマイクなんてどこ行ったか分かんなくなるんですよ。だから今あの動画編集アプリ使いながら直接声を入れてるんですけど、あとね、あのよそ行きの声の出し方なんてもう忘れました。以前どんな感じで喋ってましたっけ。もうちょっとあれですかね、うん、あれした方がいいですかね。うん、宝石がさ、とりあえずアタッカーはいっぱい持ってた方がいいから、赤いやつでしょ、あと最大攻撃のやつと孔雀石、孔雀石か、あと黄色いやつと、あと なんだわかんない、最小攻撃上げるやつかな。宝石の名前を一切覚えてないのが問題だと思うんだよね。あと体力と HP の石も必要か。もうその辺の消費がやっぱ本当に激しいわけじゃない。で、宝石よりもそうだな、やっぱ装備品のレベルアップとかに力を入れた方がいいんだろうけど、最近ねマジ原宝をあれだけ使っちゃうっていう悪い癖がまた再発してきてるので、願い返しの時に3万使えないっていうことが多々あったんですよ。これ本当にいい加減にしなきゃなって思って、だから今この収録画面の方ではちゃんと原宝3万以上になってるでしょ。今頑張ってこれをキープしているところなんですよ。でも時々さっきみたいになんだっけ、遊園地デートのやつ名前も覚えてない、混沌装備交換するやつね、あれとかにはちょっと主にあれに使っちゃってますね。次出るべって言いながら結局最後まで回すのね。そりゃそうよ、あの出現率 15% と 30% なんだから出る方が不思議なんだけど、むしろ私がさっき3回ともね出たのがすごい奇跡なくらいなんだけど、だからもうそんな1回ちょっとまとめて回したくらいじゃ集まるわけがないから、もうさすがに何ヶ月も同じことを繰り返してれば私も学習したんでね。だからしばらくまた3万以上原宝のキープを頑張ります。お気持ち表明。あと陣営なんですけど、前とあんまり変わり映えしてないです。なんか新しいモードが増えて、カシウスがみんなに配布されたじゃないですか。言うてカシウスはみんな持ってるキャラだろうから、そんなにねめっちゃ強いってわけでも絶対ないと思うんで、あんまり強化はしてないんだけど、それよりはシュウソウちゃんを頑張っていきたいな、ツインテなんで。なんだけど、まあ見事に進まないわけですよ。戦役がマジで進まないわけなんですよ。この子が倒せないの、本当に死ぬほど倒せない、マジで死んでる。なんなのマジで倒せないんですけど、この子なんで。デバフの順番がかなり重要だっていうことは分かってはいるんですけど、あとは細分岐の場所をねちょいちょい変えながらいろいろ試してみてはいるんだけど、一向に倒せる気配がなくて、で加工派が1300万いって、核有効は今790万だったっけ、800万ぐらいになるんだけど、プラス細分岐1000万でしょ。この3人しか相変わらずいないわけよ。だから周宗をもうちょっと頑張って育てて、この子が500万ぐらいになったらちょっとは進むのかなぐらいには思ってるんですけど、どうだろう、300万の子が500万になったところでそんなに変わらないか。あー悲しい。戦役153です。153だよまだまだ進んでないのか。今28ターン目で全然倒せる気配がないじゃん。でこうなるでしょ。はあ、全然未来が見えない。あとこの新しく出たモードなんだけど、これがよく分かってなくて、デバフは1つまでって書いてあるでしょ。これは1日1個しか選べないっていうことなのか、それとも毎日毎日全部更新しなきゃいけないのかなんだけど、毎日全部更新するんだったらクソめんどくさくないか。だから適当に目についたやつだけ更新をして、適当なやつに決定して、それでやってるんだけど進めなくなっちゃいました。なんか早々に終わっちゃった。敵のレベルが160ぐらいだったかな、160ですね。あ、じゃあやっぱこれぐらいがいいとこなのかなって感じです。もうダメよこれも全然進めそうにないんだもん。やっぱり私のメンツってさ、結構古い子ばっかりじゃない。過
コウハちゃんが嫁来たからこの子はまだ戦える範囲だと思うんだけど、細分期の嫁がねそろそろ来ていただかないと私のパーティーがね思いっきり強化できるっていう機会が多分しばらくないと思うんですよね。この子もねちょっと今原本もそんなにかけれないし、美課金税のきついところよ。だってミラクルレアなんて私まだ手に入れる予定ないよ。つうか新しい MR が出てきてからちょっとポンポン出しすぎじゃないですかね。これでちょっと危惧してることがあって、私が美課金税だからあんまねそういうポンポン出てくるレアに追いつけていけないっていうのはまあ仕方ないんだけど、それは置いといて、新しいレア度が出てしまったソシャゲって結構そっから衰退していくイメージがあるんですよ。私が前やってた可愛い女の子系のソシャゲがまさにそうで、一番上のレア度がいきなりポンって出てきたらもうそればっかり出すようになっちゃうんですよ。やっぱ運営側としても課金を促したいだろうしね、ずっと長く続けていたいならもう課金ぐらい月何万かぐらいそりゃするでしょっていう感じなんだけど、あくまで私はちょっとこれはね空き時間でさせていただいてるもんで、あでも毎月ね月のギフトは相変わらず買ってるから、そこでちょっと勘弁していただきたくなんですけど、自分よりかなり戦力が低めの人でもうすでに MR を持ってる人っていうのが結構いるんですよね。私はまだ虹ヤバをすでに持ってる子たちをコツコツと強くしていくことでなんとか対処していきたいなと思うんですけど、あと硬質のアイテム交換どうしたらいいんですか、わけわかりません。なんか勝てないね、全然勝てないです。闘技場がさっきも言ったけど皇室に出れるくらいの順位をちょっとうろちょろできるようにはなったんだけど、やっぱりまだ安定しなくて、いいとこ80位ぐらいに終わってくれることはあるけど、それは多分運が良かっただけなんだろうと思うんだけど、基本的にはね本当に101位とかで終わっちゃうことがあって、それが悔やまれるね。9時に集計だから9時の直前にインして何とか頑張っていけば、多少原本を使うこともあるんだけど、その辺頑張っていけばどうにかなるとは思うんだけど、なんせ9時前後ってね私が一番ダラダラしてる時間だったり、ちょっと仕事してる時間だったり、あとこれ今知ったんだけど、ああやっと来たか。この私を15分も待たせるとはいい度胸だ。黙れ、城内を視察中だったとか言い訳はいい。トータクのあれよあれあのストーリーが出てたんですね。知らんかったわ。この子も私虹のアバターがね見た目がすごい好みなんですよ。だからその子が欲しくてトータク赤を入手したんだけど、この子の虹ももうちょっと先かな。はあ、なんともペースが遅いです。本当ならね月1万でも課金することができたら全然ペース変わるんだけど、最近ちょっと余裕がありません。前よりも全然余裕がありません。闘技場ですが全然勝ててないです。やばいね。この連敗するときはね1ページ丸々全部負けで埋まるんですよ。今94位でしょ、多分この後下がっていくんじゃないかな。集計前とかに多分ボコられて落ちると思います。前回の録画から数日後、2日後とかなんですけど、もう交換しちゃったけど、また出たんだよ。持ってますね。で、鎧を作ったので、早速、加工派ちゃんに装備したいんだけど、ちょっとさ、数値が微妙じゃないですか？ステータスこれ、これさ、どうすればいいんだろう。しかもさ、セットスキル、なんだっけ、セットステータスが、今ついてなかった気がするんですけど、待ってね、とりあえず鍛錬しとくんで。セットステータスが発動しないから全然上がらないのがさ、なんで？と思ったら、これいいのかな？武器がさ、私、深淵にしちゃってたんですよ。だから、全身混沌にしても、セットステータスがつかなかったんだって思ったんだけど、これは、これさ、装備6件の、セットステータスがついたとしても、何がつくんだっけ？防御貫通プラス500でしょ？それのためだけに鎧に付け替えるのかって言ったら、ちょっとそれはないな。本当は指輪を日月神に
変えることができたら多分それがいいんだろうけど、でもさ、加工派ちゃんのその混沌指輪が多分いい感じに強化してあるっていうのと、あ、待って、今混乱してる。日月神がレベル160になっちゃってるんだよ。高いんですよ。だから混沌のレベル100に変えたところで全然高くならないんだよね。うん、喉が枯れてる。で、指輪、指輪どうすればいいんでしょうかね。待って、しばらくね、あのよそ行きの声で喋ってなかったんで、マジに喉がもうすでに大変なことになってますね。長時間喋れないのなんとかしよう。秋草が日月神の指輪を持ってるので、この子と入れ替えればいいかなと思ったんだけど、あ、この子はこの子で何？と、陶器神、陶器神の装備で揃ってるでしょ。日月神まだな、あ、ないね。ないから、鎧、混沌の鎧をこの子につけたところでなんだよね。じゃあどうすればいい。この子から何か装備を持ってこれ、いや、これで上がってんのか。上がってるけど、陶器人でいいんじゃないかなって思うんだよ。そうすると加工派のためにわざわざ混沌の鎧を手に入れたんだけど、これはあれ、意味がなかったということになるんでしょうかね。だって鎧を混沌に変えてもセットステータスがつかないわけですよ。それって無駄じゃない？あれ私がさっきさ、遊園地デートで手に入れたあの運の良さは一体どこに発揮すればいいんですかね。待って、この子の指輪を持ってきたとして、これで混沌でしょ。でこっちの指輪を日月神にしても下がる。指輪が結構強化されてないわ。100だわ。あ、でも、ん？日月神の指輪に変え、あ、どう、え？待って、わけわかんなくなった。どうすればいいんだ？だって武器を一回解体して混沌装備にランク下げしたとしても、多分深淵装備の方がステータスいいんだよね。あれ？じゃあこの混沌の鎧はしばらく出番がないっていうことなんでしょうか？っていう感じですね。喉が疲れたんで、もうこれ以上は喋れないですね。あ、でも一通り言いたいことはもう言ったかな。4ヶ月分の中身が全然ないんですけどね。戦役も訓練所もマジで全く進んでないし、闘技場もそんなに爆上がりしたっていうわけでもないです。はい、残念ながらね。結構コメントでもそうだけど、ゲーム内でのチャットでもね、次の動画待ってますねとか言われたりするんですけど、いや、本当に4ヶ月ぶりの動画で中身がなくてすいません。